久重は日本人の生活に合わせて時を刻む窓計と洋時計を組み合わせた世界で初めての時計を作り上げました。からくり義右衛門として知られる田中久重は優れた技術力で実用性に富んだ数々の製品を作り出しました。無人島、弓引き道具、蒸気船の雛形、電話、1875年、田中久重は東芝の前身となる田中製造所を銀座に設立しました。その技術者魂は現在まで受け継がれています。万年時計は独創的な設計、複雑な機構を実現した高度な技術、薬を尽くした内装、実用性、どれをとっても和時計の最高傑作にふさわしい作品です。当時の時計はすぐに止まってしまうため、順番を何度も巻き上げなければなりませんでした。万年時計は一度の巻き上げで、およそ1年間の時を刻みます。万年時計の表示は、第1年和時計。針の動きは変えず、文字盤の時刻表示を動かすという逆転の発想で、不定時刻表示を実現しています。第2年24世第3年七曜、第4年実感中日、第5年日付と月の日間、第6年陽時計、そして太陽と月の位置を表す天球儀があります。これら全ての機構が一つのネジを巻くだけで動きます。文字盤が6面もあるため、台座の上で自由に回転する仕組みになっています。田中家の家宝として伝えられていた万年時計はその後東芝に寄贈され、国立科学博物館に保管展示されています。